中年オタッキーです。この間ツイッターでですね、栃木のハードオフで、買い物してきたという話をね、ツイッターで流してましたけど、栃木石橋店4号栃木石橋店というハードオフでね、お買い物してきました。でね、買ってきたものがね、2つ。まずはこれ。これ、EOS100QD。EOS100 クォーズデートなんですけど、このカメラを使おうと思ってね、買ったわけではないんです、実は。欲しかったのは、これ。これ。サブテンじゃないやつ。EOS5QD の動画で、サブデジダイヤルが壊れてまだ部品取り探さなきゃいけないっていう話しましたけど、その部品取り機です。まあこのカメラ使ってみてもいいんですけどね。シャッター膜に油もついておりませんしね。まあ電源が入るかどうか試したわけじゃないんですけど、まだね。値段はね、324円でした。はい、ものすごく安いサブ電子ダイヤル。サブ電子ダイヤル。で、もう一つはね、これ。これね、これです。これ、バーチカルグリップ VG10 っていう、ものになります。これもキヤノンのね、EOS 5 用です。縦位置グリップ、縦グリですね。要は今回、これもね、EOS5QD 用の、部品を買ってきたと。で、この、縦位置グリップはね、これシール貼れちゃってるな。1100円。合計でね、1424円税込みということになりました。でね、日は変わりまして、今日なんですけど、今日ね、結構、5時間ぐらい寝ることができまして、昨日からね。で、荷物すごく早く降りて、で、機便の荷物もすごく早く詰めたんでね、朝の9時に埼玉の寄居で積み上がりまして、で、富士川のサービスエリアにお昼ぐらいに入ったんですね。で、お昼ご飯を食べて、ちょっとお昼寝を1時間半ほどして、で、今回大阪が目的地なんで時間全然余裕なんで、ちょっと自転車で富士市内でも行ってみようと思って。で、富士市内、まあ、撮影のために行ったんですけど、ついでにね、ハードオフもあるんだったら、ついでにハードオフ寄って、と思ってゲットしてきましたのが、これです。じゃん。キャノン。EF ですね。これね、欲しかったんですよ、EF。これ、バリバリ状態のいいね。ファインダーも非常にクリアな EF。ね、電池を入れて試したわけではないんですけどね。とりあえず、シャッターは切れます。じゃあ、こっちや。1000分の1から。これね。コパルスクエア S というね、メカニカルシャッターが入っております。で、これ電子カメラということなんですけど、どうやら電子カメラなのはね、スローシャッター、2秒以降だけのようです。で、今電池まだ入れて試したわけじゃないんですけど、1秒まではね、普通の、1秒までは普通のガバナで動作してますね、これ。だから電池がなくても1秒までは普通にシャッターが切れます。で、今2秒にしました。2秒にしてもこれそのままなんで、2秒以上にするのはこの底から電池を入れなきゃいけないみたいですけど、まあ、ぶっちゃけ電池入れなくてもいいっちゃいいんですけどね。もうこれね、ものすごくいい状態のいい、キャノン EF。 これね、コットシューカバーまでね残ってるね。これなかなかでしょ。これなかなかっすよね。これがね、ちょっと高かったんですけど、3300円税込み。まあその3300円と価格は僕にとっては高いんですけど、 EF のこの状態で3300円、多分安いと思うんですよね。
このカメラなんですけど、まあ、キャノンのね、電子カメラとしては、その AE1、一眼レフカメラのね、電子カメラですよ。AE1 の前に出たやつで、実はね、なんか、つなぎだったというね、話も、まあ、聞いたことがあるんですけどね。このカメラね、ちょっと使ってみようと思います。レンズはね、その当時の FD の銀輪か 1.4 の SSC あたりをつけてね、試写しようと思います。はい、これなかなかね、いいものをゲットできました、今日は。ハードオフ富士店なんですけどね、行ったのは。なんか写真とかをね、その、動画ではアップしないでくれっていう。ツイッターとかフェイスブックではいいって書いてあるのに、YouTube ではダメということなんで、これ動画を出す直前ぐらいで、ツイッターにね、写真、店内の様子とかを上げようと思います。で、ツイッター、僕のツイッターをフォローしてない人は、この機会にでもね、フォローしていただければと思います。説明欄の方にね、ツイッターのアカウントの、リンクを貼っておきますので、興味のある方はね、ぜひ、私のツイッターに、訪問いただければと思います。はい、で、今日はね、今日の動画のこと忘れた。今日の動画はね、よいしょ。完全に今日の動画のこと忘れてたよ。このカメラね、ニコン EM でね、ドリームロコモーティム様に、提供いただいた、フォーカス125っていうフィルムね、これでね、試写してきました。で、そのね、ロシア製フィルムを、どんな感じだったかっていうのをね、試写の結果と、あと、ドリームロコモーティブ様も作例を送っていただきましたので、そちらの紹介もしながら、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回ね、撮影に使用しました。今回撮影使用しましたカメラ、このニコン EM ですね。ニコン EM ニッコール 50mmF1.8 というレンズ、パンケーキレンズですね。非常にコンパクトで使いやすいです。で、最初ね、ちょっと露出不安定だったんですけどもね、どうやら接触かなんかだったみたいで、使い込むごとに調子が良くなりまして、今は何の不具合もありません。これ、高川様からね、提供いただいたカメラになりますね。本当にありがとうございます。これね、なかなかいいカメラですよ、これね。まあ、その賛否両論はあるらしいんですけども、ニコンとしてはね、すごく安っぽい作りだということで、賛否両論あるらしいですけど、ジウジアのデザインで非常に端正なデザインで、で、コンパクトな設計、ほんとね、フィルム試写にはね、もってこいだなと思って、割り切った設計でね、絞り優先 AE のみになるんですけどもね、まあ、そこがまたいいかなと、気軽に撮れるかなと、詳しく、見たい方はね、ニコン EM の紹介の動画も作っておりますので、そちらを、見ていただければと思います。で、今回のね、そのフィルムなんですけど、これがね、これ正式なパッケージかどうかわかんないんですけど、これ、ドリームロコモーティブ様から送られてきたときはこの状態でしたね。フォーカス A125、ISO 感度125のフィルムということなんですね。で、まあ、一応、フォーカスストア .com、フィルムラブってね、サイトのね、URL みたいなものが書いてありまして、微妙にね、これがね、面白い。色目的にこれ面白いですよね。モノクロフィルム的には、こっち側はね、モノクロフィルムっぽい色してるんですけど、こっち側はなんかカラーネガっぽい色してますよね。まあ、ちなみにこれはケント名は400、長巻のケント名は400ですけど、だいたいね、モノクロフィルムってこんな灰色なんですけど、これはね、ちょっとカラーネガっぽいフィルムの色してます。で、何より驚きなのは、ペラペラなんですよ。ものすごく薄いんですよ。で、ケント目は400も、ケント目は400も結構薄いんですけど、それ以上にもはるかに薄い、ペラペラペラです。で、触った感じはね、なんか T 粒子っぽい気がします。まあ、アクロスとかね、デルタ100とかと同じ、T-MAX とかね。まあ、そんな感じの触り心地です。その、
正式なアナウンスがないのでわからないですけど、多分これ T 粒子なんじゃないかな。で、125という感度でね、使いにくい、ような気もするんですけども、例えばこれニコン EM で今回試写してきたんですけどね、感度設定ダイヤルがね、100と200の間に2つしかないんですね。だから、まあ、33、66って感じですね。133。今回133に、合わせて撮ってきました。でね、現像時間はね、その、まあ、標準よりやや短めにしています。その理由はちょっと後で説明するんですけども、まあ、ちょっと狙ったところがありましてね、調子いいね、フィルムのね、その、仕上がりの、調子が、まあ、増減感とかね、その感度を微妙にずらしたりね、撮影のね、そのデータというか、EV 値を、ね、微妙に調整することでね、モノクロフィルムの仕上がりがググッと変わってきますんで、ちょっと狙って撮ったんですね。とりあえずね、その狙って撮った作例をまず、上げていきましょうか。はい、作例なんですけどもね、これ今回は富士の SPD50:50 の希釈で、液温が20度、現像時間が6分30秒ぐらいで仕上げてます。で、まあ、写真ね、もうすでに見てもらってますけども、全体的にアンダーになってると思います。このフィルムね、ちょっとアンダーで仕上げてみたかったんですね。これはちょっとアンダーになりすぎてるかもしれないんですけども、まあ見ていただければわかりますけどね、ちょっとアンダーにすることで、これはちょっとフレアが広がってますが、かなりね、印象的な仕上がりになってると思います。このフィルムなかなかいいと思いますよ。流浄感も少ないですし、シャープに撮れて、まあレンズの力もあるっちゃあるんですけど、非常にね、いい感じに撮れておりますね。まあこれはちょっと懐かしい調子になって、しまってるかな。まあ流浄感はやはり抑えられてシャープに撮れてると思いますが、快調性はやや低めっていうか、かなり低めかな。まあ二極性のある絵作りが好きな人はいいのかもしれません。まあこの辺を見ていただければわかりますけど、やはり快調がまあ他のフィルムに比べたらやや弱い。でもシャープネスはね十分確保できてると思いますね。これまあ、このフィルムなんですけどもね、どこで売ってるかって言ったらね、とりあえずね、ざざっと調べたら、カワウソ商店さんぐらいしかね、見当たらないんですよね。カワウソ商店さん。まあ、フィルムカメラをね、まあ、やってる方はね、もうバンバンに知ってると思うんですけども。で、これ、フォーカスの、どっか行っちゃった。800円ぐらいだったと思うんですよ。あった。880円か。白黒フィルム、フォーカス A125、35枚撮りなんですよ。1本880円、送料無料。お得な10本セットや3本セットなども用意。3本セットが2460円、10本セットが7800円ということで、10本セットで買うとね、1本あたり100円ぐらい値下がりするみたいですね。ロシアのモノクロフィルム。ということですね。まあ、有効期限は記載なしということです。有効期限記載なしということですけど、モノクロフィルムなんでね、そんなに気にしなくてはいいと思います。今回も実際にね、結構綺麗に仕上がっておりますね。でね、ここからはね、ドリームロコモーティブ様がね、送っていただいた作例を紹介していきますね。はい、ドリームロコモーティブ様の作例なんですけども、ドリームロコモーティブ様ね、コダック D76 現液、やはり液温20度、現像時間7分ということで、データシート通りの現像をされております。これ見ていただければ、ちょっと光がないっていうのもあるんですけども、まあ懐かしい調子、これは光ありますね。かなり懐かしい調子で、古いね、モノクロフィルムのね、仕上がりに近いもので、仕上がってますね。でも、超不思議ですよね。まあ、フィルム面を見る限りではね、その T 粒子じゃないかなって思うんですけどね。懐かしい調子で、撮れております。やはり、流浄感は少なめなのかなと思いますね。まあ、中間色に近いということで、このドリームロコモーティブ様の、その、
仕上がりを見たので、ちょっとアンダー目に仕上げてみようかなという気になったわけなんですね。どちらかというとね、コントラストが高いモノクロ写真の方が好みっちゃ好みなんで、今回は狙った通りの調子にはなりましたね。価格としてはね、まあ、10本まとめて川瀬書店さんって7800円、1本780円ってことなんですけど、まあ、35枚と1枚少ないのはそんなに気にはならないだろうから、アクロスを買うよりはいいかもしれないですね。ただね、フィルムが本当にペラッペラ、ものすごく薄いんでね、その取り扱いには注意しなきゃならないですね。干してる時とかね、その仕上がって、スリーブをね、その、フィルムホルダーに入れる時とかに、シワを入れてしまったりとか、いう事故はね、絶対にあり得ると思いますが、このフィルム、まあ、そんなに悪くないと思います。使ってみて、試してみてはどうでしょうか。ただ、現像の方はね、ちょっと、どうだろうね、そのラボにもよりますけど、まあアクロスと同じぐらいの処理時間でまあ問題はないと思うので、できないって言われたらアクロスと同じ条件で現像してくださいって言っても、まあそこそこの仕上がりはあると思いますね。ちょっとねレアなフィルムなんでね、そんなに出回ってない、Amazon でも売ってないし、ヨドバシカメラ .com にも売ってないし、まあ、そんなわけで川瀬商店さんしかちょっとね見当たらなかったんで、ラボがねデータを持ってない可能性は十分にありますんで、自家現像以外の方は、そんな感じで注文してみてはいかがかなと思いますね。モノクロフィルム、通常のアクロスと同じ仕上げでやってくださいと、現像時間でやってくださいという注釈つければもしかしたらやってくれるかもしれないですね。はい、今日のねフィルム紹介になりますね、はこんな感じです。ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね長州薩摩さんの、作品から、中年おたきさんこんにちは。モノクロ写真第2弾よろしくお願いします。新宿をうろうろしていたら味のある雰囲気の看板と車のライトが気になり撮影しました。タイトルは新宿グリーン、新宿グリーンガーデンストリートですね。カメラニコン F3、レンズ AI ニッコール 50mmF1.4S、 フィルムがネオパン100アクロス2ということですね。で作品なんですけども、これちょっとまあ味ありすぎやもうこれたまんない写真ですね。気軽に、お気軽に歌える店ニュー8っていうね、ここだけなんか時が止まってるんじゃないかっていうね。いやー、なかなか東京にもまだこんなとこ残ってるんだな。すごいですね。いやー、なかなかいい写真だと思います。長州薩摩さんありがとうございます。次がね、のりかずさんでいいかな。お疲れ様です。先日朝の通勤時、バス停でバス待ちをしてたところ、朝焼けがあまりにも綺麗だったので、iPhone で撮影した写真を投稿します。アングルを考えながら撮影してると、バスの運転手さんに早く乗ってくださいと言われてしまいましたということですね。1枚目がタイトル、朝焼け。カメラは iPhone6。2枚目はね、維新の匂いがする街。カメラニコマート FTN、 レンズニッコール HO と 28mmF3.5、 フィルムがアクロス100ですね。健康 Y2 フィルター、イエローフィルターを使用しているということですね。で作品なんですけどもね、1枚目、iPhone の写真ということでね、微妙な、縦構図になっておりますけども、確かにこれね綺麗な写真になっております。スマホでもね、 iPhone6 ってのもちょっと前のモデル、これで 6S なんでね、まあ 6S と6ってねカメラの性能実は一緒だったりするんですけど、なかなかいい感じに撮れております。もうちょっと水面の反射を利用する角度で撮った方が良かったかもしれないですけど、そこにはバスがいたのかな、もしかして。で2枚目なんですけどもね、2枚目はねイエローフィルターを使っているということでね、コントラストの強めの写真になっております。アクロスでもねこんだけ十分なねコントラストの強い写真になるんですね。光はないのか、ないにもかかわらずなかなかの高コントラストの写真になっておりますね。はい、のりかずさんありがとうございます。次がね、ジョージさんですね。
中年おたきさんは、つくみ写真タイトル、輪廻転生、土に帰る、土から生まれるというです、カメラはキャノン、ニューキャノネット QL17L。フィルムが富士フィルムアクロス100ということですね。おたきさん最近忙しいということですが、無理なさらずご自愛くださいということですね。大丈夫ですよ。写真ですが、朽ちった土に帰っていく車と、その土から新しく生まれてきた花をつなげてみました。前者は無機物、日陰、縦構図、後者は有機物、日向、横構図というコントラストをつけたつもりです。と言っても、初めからストーリーをイメージして撮影したわけじゃないですが、取り上がりを並べてストーリーを作ってみるのも楽しいものですね。という。この作品なんですけどね、その1枚目見ていただいたんですけど、この1枚目だけでもね、この短期でも十分な能力、力があると思います。これ光はないんですけど、これね、車がね、なんか涙を流しているように見えるんですね。いいタイトルをつけると、これは相当な作品になるかもしれません。はい、ジョージさん、ありがとうございます。いい作品だと思います。次はね、ケンちゃんさんから2枚、作品投稿です。いつも楽しく拝見しています。カメラニコン RD2 どんなカメラだ。富士カラー100っていうことですね。2枚目も同じ、ニコン RD2 富士カラー100なんですけども、まあ、作品なんですけどもね、富士カラー100ということでね、完全忠実再現、抑えめの発色、でもこれはね、まあ、本当に日本のスタンダードフィルムということですね。写真としてはね、地味とは言えば地味なんですけど、見上げる構図でモノレールをね、綺麗に撮られております。2枚目はね、公園のね、川、段々型にね、連なっている川を撮ったものになりますけど、これもう一工夫構図が変わったら、もっと面白い写真になってたかもしれない。横構図でも良かったんじゃないかな。横構図でも面白かったかもしれません。はい、ケンちゃんさん、ありがとうございます。これで 1,2,3,4、次はイクオさんの作品になりますね。おたきさん、お疲れ様です。作品投稿コーナーへお願いします。東京都世田谷区梅ヶ丘に行きました。タイトル、春はもうすぐ。カメラ、アサヒペンタックス ME、 レンズ、 SMC ペンタックス M35mm、F2.8、 フィルムはニューシーガル100ということで、2枚目タイトル、緊急事態宣言、人は少なめ。カメラは同じくアサヒペンタックス ME、 レンズ、SMC ペンタックス M35mm、 F2.8、 ニューシーガル100ということですね。SMC ペンタックス M35mm、 F2.8 単焦点レンズ、古い写り方をすると言いますが、シャープな写りの印象ですということですね。で、作品なんですけど、これ1枚目非常に良い作品ですね。これ何の並木かちょっと、胃腸ではないかな。2列に並んでるのね、やや斜め構図、で撮って、結構印象的な作品になってますね。で、2枚目の方なんですけどね、これね、世田谷名物、梅大福とか、なんか看板が裏向き、これ逆焼きにしても面白かったかな。閑散としてる。まあ、世田谷でこれは相当閑散でしょうね。まあ、東京でこれということはって感じですけどね。まあ、なかなかね、こういうチャンスにしか撮れない作品だとは思います。緊急事態宣言の中ね、あんまり出歩くことはまあできないんですけど、まあ、飲食をしなければ大丈夫かなという感覚はありますんで、普段人が多いところにね、出かけて閑散とした、風景を撮るのもまあ、ありかなとは思います。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回は夢旅人さんの俺のカメラから、俺のカメラ投稿です。自分の中ではポケットカメラは記憶に残るカメラです。ヤフオクで探していたところ、コダックのカメラがあり入札。競合することなく落札できました。カメラはコダックテレエクストラ1、 22mm と 44mm の2つに画角を変えられるタイプ、ダブルレンズってやつですね。調べてみるとメイドインアメリカのようです。40年ぶりのポケットカメラになります。
問題なのがフィルム。入札前にフィルムをチェックして落札した後、Amazon でポチしました。視聴者様の中には見たことがないと思う人がいるので、フィルムを取りました。Amazon で1600円送料込み、フラッシュ内蔵ではないので、天気のいい日に撮影して、いい写真が撮れれば投稿しようと思いますということですね。これね、ポケットカメラのね、フィルム、この間ね、開封動画でね、ちょっとお見せしましたけどね、1枚の写真がこんなちっちゃいんですね。ハーフサイズよりもね、さらに半分ぐらいかな。で、画質はね、僕コダックのね、こんなポケットカメラでしか撮ったことない。画質はやっぱそんなにいいことはないんですけど、Lプリントするぐらいだったら、まあまあ耐えれるかなっていう画質にはなるんですけどね。このカメラでのね、試写がね、楽しみではありますね。はい、夢旅人さんありがとうございます。もう一人行こうかな。ちょっとすごい待機が多くなってますんで、ガメラさん。おたっきーさん、こんにちは。俺のカメラに投稿します。すべてジャンクから整備完了し、出番待ちのカメラたちです。ミノルタ XE は通電不良からの生還。ペンタックス ES2 はミラーアップからの生還。オリンパスペン S は不動品を完全分解からの生還です。コロナ禍で家で過ごす時間も多く、ジャンク遊びが増え、撮影待ちのカメラも増えていってます。もちろんオペ失敗のご遺体もたくさんあります。まあそれは僕も一緒なんですけど、電源が入らない状態から起こすっていうのがすごいですね。ミノルタ XE 僕も使ってみたいカメラです。これね、ペンタックスの ES2 もね、もうちょっと古すぎてね、シャッターマークがいってるやつが多いんですね。もう硬化してね、その光が漏れるようになったりね、そういうのが多いんですけどもね。この間ね、ガメラさんありがとうございました。この間ね、その、まあ、さっき一番最初に動画の最初でも話したんですけども、4号、栃木石橋店のハードオフね。ペンタックスの SV か。SV がね、300何十円で置いてあったんですけど、やはりシャッターマークがいっててね、もう交換するしかないということでね、とりあえずは置いてきたんですけどね。栃木石橋店ね、その状態のいいものは少ないんですけど、ガチャガチャのジャンク、これは分解して楽しむっていうジャンクは結構ありましたんでね、お近くの方はね、一度足を運んでみればと思います。で、今回ね、今日ですね、訪問した、ハードオフ富士店なんですけども、値段はね、若干高いかなって思いますけどね、非常に状態がいいものが多かったので、で、チェックもできますし、チェックはね、レジカウンターの横のチェックコーナーでチェックするんですけども、しっかりチェックしてね、あ、良さそうだなと思ったら購入するのはありだと思います。まあ、3000円から5000円、レンズ付きぐらいの一眼レフカメラ、ということになりますけども、まあ、ヤフオクでね、ちょっと競って買って送料払ったと思ったら、まあそんなもんなんでね、動作確認できてね、買えるんだったら、まあまあありかなと思いますね。はい、今日の動画はね、こんな感じになってまいります。でね、次の動画、ちょっとカメラ用意してないんですけどね、オリンパスのね、OM707 で、撮影してきました。開封動画で、ね、オリンカスって言ってね、ミラーが取れてたやつですね。まあね、結構なね、波乱の撮影になりました。まあ、次の動画、乞うご期待ということで、またしばらくお待ちくださいませ。今日はね、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメントの方ね、どしどし、お待ちしております。コメントの方はね、ちょっと、コメント返しがね、全然追いついてないんですけど、頑張って返していってますんでね、コメント返信の方はね、ちょっと気長にお待ちください。高評価はね、ポチッと押すだけなんでね、今すぐ押していただければと思います。で、チャンネル登録ね、相変わらずのペース、ハイペースでね、伸びていっております。どこまで行くんだろうか自分も楽しみであります。動画たくさん作ってね、ちょっとでもお金を稼いで、コロナ禍が明けましたら、オフ会行きますよ。まずは東京から、頑張っていこうと思ってますんで、また応援よろしくお願いします。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画お待ちください。ごきげんよう。さよなら。